ありがとう整体の平野です。まあ、目線の、矯正という形でね、癖を直すという形でやってますけども、昨日ね、施術させていただいたね、お客様が、まあ、今日メールが来てですね、すごく眠れるようになりました。そして肌の調子もね、変わった感じがします。ということで、まあ、どういうことかというと、ショックを受けた時、やっぱりちょっとすごいストレスがあったらしいんですけども、でもそのことは、まあ、自分の中ではね、こう処理できているんだけどもという形で、それから、皮膚にもね、すごいこう、いっぱいなんかいろいろ出てきてという形だったんですが、昨日その目線を入れてね、調整したところ、あ、なんかすごい力が抜けましたという形で、まあ、様子見てくださいという形だったんですが、まあ、その時にもちょっと説明したんですけども、まあ、ショックがあった時に、まあ、もともとその目線のこう癖があって、まあ、例えばこういう目線でね、こういう目線で画面を見る癖があるとしたら、眼球がこっちに動きやすくて、その時に、まあ、なんていうの、ショックじゃないけども、うわってなった時の目線がぐってこう、まあ、このねじれが余計にぐってこうね、こう、強く入って、まあ、脳幹をねじる、全体をね、ねじる。という形で、その気持ち的には処理できて、もう、気持ち的には大丈夫ですっていうことなんだけども、体にこう残った、その衝撃というか、ぐーっていう衝撃が残っていたような気がします。まあ、案の定、その目線のね、ところをや、最初の方にね、この目線をやった時にね、まあ、やっぱり肩がガチガチだったものがふわってすごく緩んだのを見てね、やっぱり目、すごい関係してるんだなっていう感じがしました。で、今日ね、朝メールがね、来て、すごく眠れて、で、まあ、肌の調子もちょっとずつなんか変わりそうな、ちょっと変わってきた感じがします。そんな形で、まあ、寝れることで、寝れるってことは緊張がね、ちょっとほぐれて、ね、ほぐれて、体が、ね、回復していく、気象に行く、そんな気がしました。目線の、癖のね、矯正、まだ、一箇所二箇所の調整しかできていないんですけども、まあ、これからね、そこをもう少し何か、発見していけたらですね、とんでもないことが起きるのではないかな、というふうに思っております。ありがとう整体にご注目ください。愛知県と東京でやっております。よろしくお願いいたします。あ、整体塾もやっておりますので、よろしくお願いいたします。